観光客でにぎわう江ノ島海岸の朝を歩く黒いコートの男、人呼んでクジラ博士という。これは江ノ島のマリンランドでイルカの飼育係長を務めている中島正幸さんだ。ダイナミックなイルカの曲芸、これは中島さんの8年に及ぶ努力が生んだ傑作の一つだ。ショーが終わると出番がやってくる。中島さんが呼ぶとイルカが異様な甘え声を出しながら集まってくる。イルカは音に非常に敏感な上、犬や猫よりはるかに頭が良いと言われ、新しい研究対象として学会の注目を集めているのだ。数年前、相模湾で捕れた野生のイルカがこのようにすっかり慣れている。真冬でもイルカと一緒に泳ぎながらの訓練を欠かさず続けてきた。中島さんはかつて捕鯨船に乗り組んだ時、海の王者のクジラにすっかり取りつかれてしまった。イルカと一緒に泳ぐこと、これは中島さんにとっての夢の実現とも言えよう。訓練が終わった。それでも離れようとしない甘えん坊もいる。こうした仕事の傍ら続けたクジラの研究が実って、今年の夏には博士号を受けた。ただの飼育係ではない、れっきとした学者なのだ。今日も一日の仕事が終わると地下の研究室に閉じこもる。1ヶ月前、相模湾でイルカの新種を発見。今は学会での新しい発表を目指してその研究に明け暮れている。一日の研究が終わるとかなり夜も更けるが、帰宅する前に必ず見回るのが日課だ。月に一度は相模湾の漁村へ出かけていく。クジラやイルカの実態調査だ。土地の漁師たちの間を熱心に聞き歩く姿はすっかりおなじみになってしまった。中島さんは象牙の塔に閉じこもって満足する学者ではない。広い大海に住むクジラへの夢に生きる詩人とも言えよう。